やさすアテナイの皆さん、ちょっと世間はもうあのお正月モードから、ね、通常モードになっているかもしれませんが、私たちは引き続き昔ながらのお正月遊びを続けたいと思います。はい、今回の遊びはこれです。え、じゃじゃん。何ですかそれは。コマです。コマ、コマをね回して遊ぼうと。あー、コマです。確かに、うん、こんなのそもそもね、あの負けるの、そう、巻き方から思い出さないと言って。え、だってその自分そうかしたら得意だったってことじゃない。いや、それはないない、もうって30年以上ぶり。あ、やったことあるんだね。ちっちゃい時にやった。僕らコマはね、ほぼないです。多分こういう感じで。はいはい、まあセットはできてますね。え、なんというか、ここでじゃあ回しますか。机はあれなんで、ちょっとますか、セッティングしましょうか。はいはい、さあどうですか。ちょっとじゃあ行けましたか、ジムは。あの負けたんだけど、はいはい、投げ方が分かんない。投げ方が分からない。確かこれでなんかこんなん、そうそうそう、ちょっとその辺めがけて、じゃあ行きますね。できそうにないな。あ、待ってる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 けどそこじゃないところで待ってる。待ってる、すごい、まあ、回ってますね。すごいですね、回るもんですね。めっちゃ回ってる。あ、じゃあ意外と一発目から回りました。回るは回った、やってたのかな。回り方合ってると思います、ね、じゃあこれで小回し YouTuber になります。はい、じゃあちょっと再チャレンジ、その辺お願いします。いきますよ。やった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 、すごいすごい。じゃあすごいですね、手に乗せるやつやってます。こう、なんでそんな、なんかこう台無しになんかこうあるじゃん、あのいきなり上級者すぎでした。なんか紐の上とかを、あ、でも行きましたね。もうあの2回目にして、うん、回りましたね。もう満足なんですよ。もういいんですか。まあ一応最後もう一回やりましょうか。うん、うん、上達のプロセス、もうなんかこうね、今年を占う、うん、じゃあ次の3投目がこう今年の吉凶をね、うん、占う、コマ占いっていう形で、ちょっと気持ち入れて巻いて。こういう時大体ダメなの。あのね、力むのよ。力むし、うん、力むとダメな人なんですよ。そういう、はい、まあ、慣れてきました。なるほど、これで2021がどうなるかを。22ですよ。あ、22がうまく回るかどうかを。うまく回るかどうか。なるほど、コマだけに。はい。はい、うわー、今年は回らない。回ってるけど見えない。え、回ってる、回ってもない、回ってもいないです。回ってもないや。ということで、あのダメかもしれませんが、まあ荒くだけ荒いって。もう一個ね、実は遊びあるんで、はい、はい、1月最後の遊びをちょっとやろうと思います。はい、次回もお楽しみになさってください。アディオー。